ケビン・デブライネは、ベルギー・ヘント出身のサッカー選手。プレミアリーグ・マンチェスター・シティ所属。ベルギー代表。ポジションはミッドフィールダー。ベルギーのヘント生まれ。母親は、イングランド人である。2003年からカー・ヘントのユースチームからキャリアをスタートさせ、2005年から、KRC ・ヘンクに移籍した。2008年にトップチームに昇格し、 2009年5月9日、シャルルロワ SC 戦員でデビューを果たした。2010年2月7日、スタンダールリエージュ戦員でプロ初ゴールを記録した。2012年1月、母親の生まれ故郷であるイングランドのウェストロンドンの強豪、チェルシー FC に670万ポンドで移籍。契約は5年半だが、最初の半年は引き続きレンタルという形で、 元のチーム KRC ンクに所属することとなった。2012年8月、ベルダーブレーメンに、レンタル移籍。9月15日、ハノーファー96戦で移籍後初ゴールを記録すると、9月23日、VFB シュトゥットガルト戦でも得点を記録。最終的にリーグ戦10得点9アシストを記録した。この活躍から、ドイツのボルシアドルトムントや、 バイエル・レバー・クーゼンへの遺跡が噂される中、2013年7月1日、チェルシーに復帰することが決まった。しかし、ジョゼ・モーリーニョ監督に嫌われ、レギュラーに定着できずに控え状態が続き、3試合しか出場できなかった。モーリーニョ時期時期に中盤で6番手だということを言い渡されたことが決定だとなり、出場機会を求めて2014年1月に、 VFL ボルフスブルクに移籍した。背番号は14番。2014から15シーズンは、ブンデスリーが全34試合に出場すると10得点、20アシストを記録し、ボルフスブルクを2位に押し上げ、ドイツ年間最優秀選手も受賞した。2015年8月30日、イングランドのマンチェスターシティ FC に移籍した。移籍金は、 クラブの歴代最高額となる5,500万ポンド。背番号は17番。加入後、すぐに、スタメンに定着すると9月19日の、ウアストハムユナイテッド FC 戦で、シティ加入後初ゴールを挙げた。シーズン途中に怪我で2ヶ月離脱するも、リーグ戦25試合に出場し7ゴール9アシストを、記録した。CL やカップ戦を合わせると41試合に、 出場し16ゴール14アシストを記録。2016から17シーズンはマヌエル・ペレグリーニに代わりジョゼップ・グアルディオラが監督に就任。すぐに信頼をつかみ取り、期待の名称に彼の存在をありがたく思う。特別な選手だと言わしめた。9月10日のマンチェスターダービーでは1ゴール1、アシストの活躍で勝利に貢献した。 CL 第4節ではホームに FC、バルセロナを迎えると1から1で迎えた FK の場面でマルク・アンドレ・テアシュ提言相手に縦回転のボールを蹴り込みゴールを奪った。またアシスト数はリーグトップだった。2018年1月22日マンチェスターシティと新たな5年契約の締結が発表された。2023年までの契約となった。 2017から18シーズンは37試合の出場で2年連続でリーグトップとなる16アシストを記録し新設されたプレミアリーグプレーメーカーアワードを受賞した。シティの優勝に大きく貢献し PF 年間ベストイレブンにも選ばれた。2018から19シーズンは怪我によりプレミアリーグでわずか19試合の出場に終わるも 2019年 FA カップ決勝ワトホード戦ではゴールを決めさらにに、アシストの活躍で優勝に貢献した。2019から20シーズンは第3節ボーンマス戦でプレミアリーグでの通算50アシストに到達し、それまでメスとエジルが記録していた140試合を大幅に更新し、リーグ史上最速の123試合目の出場で、 50アシスト達成の記録を樹立した2020年1月21日第24節シェフィールドユナイテッド戦でシーズン15アシストを達成しこれにより通算3回目となるプレミアリーグでのシーズン15アシストを記録これも史上初の記録となった最終的にシーズン20アシストまで量産し プレミアリーグ1シーズンでの最多アシスト記録を持つ、ディエリアンリの記録に並び、自身2度目のプレミアリーグ、プレーメーカーアワードを受賞。得点数も、自己キャリア最多の13得点に到達した。シーズン通しての活躍により、マンチェスターシティ FC の選手としては、史上初の pf 年間最優秀選手賞を受賞した。 2020から21シーズンは毛刈り罰により、プレミアリーグ25試合の出場に止まるも、ティエリアンリ、クリスティアーノ・ロナウドに次ぐ、史上3人目の2年連続でのピエフェ年間、最優秀選手賞を受賞した。UEFA チャンピオンズリーグでは、チーム史上初の決勝へ進出しチェルシー戦に、出場するの接触プレーにより尾骨及び、眼下底骨を骨折。 後半14分に負傷交代を余儀なくされ、チームも0から1と敗退した。ベルギー代表でのデブルイネ U-18、U-19、U-21 の各年代のベルギー代表に選出され、2010年8月11日、親善試合のフィンランド代表戦で、ベルギー代表としてのデビューを果たした。また、2012年10月12日の W 杯予選、 セルビア戦で代表初得点を挙げている。2014FIFA ワールドカップでは、グループリーグ第一戦のアルジェリア戦、第二戦のロシア戦に出場し、第三戦の韓国戦は欠場している。なお、アルジェリア戦では、マルアン・フェライニの同点弾をアシストして、マイン・オブ・ザ・マッチに選ばれている。決勝トーナメント1回戦のアメリカ戦では、 延長前半3分に先制点を挙げ、さらにロメルル角の決勝点をアシストした。準々決勝のアルゼンチンにもフル出場したものの、この試合ベルギーは1-0で敗れ大会を去っている。UEFA ユーロ2016では5試合に出場し、3アシストを決め、準々決勝まで勝ち上がった。2018FIFA ワールドカップでは、 日本戦で後半49分の決勝点の起点になり、決勝トーナメント準々決勝のブラジル戦で、前半31分に決勝点となる2点目を挙げ、チームの勝利に貢献。3位決定戦のイングランド戦ではエデ、エベンアザールのゴールをアシスト、チームの3位入賞に貢献した。2021年、ユーロ2020、グループリーグ第2戦のデンマーク戦では途中、 出場すると、トラガン・アザールの同点ゴールをアシスト、さらに決勝ゴールを挙げて、勝利、決勝トーナメント進出に貢献した。ジョゼップ・グアルディオラは、ケビンは、私が、今まで見てきた中で、最高の選手のうちの一人だね。特に、ゲームメイクの点に関してね。彼は、トップクオリティの選手だし、とても落ち着いている。私は、 彼と共に仕事することができて嬉しいし、誇りに思っていると語り、デブライネをバルセロナに所属するアルゼンチン代表 FW、リオネル・メッシを含む自身が思う最高の選手のうちの一人だと称賛した。また、クラブ公式のシティ TV で放送されるドキュメンタリー番組メイド・イン・ベルジャムで彼はマスタークラスの選手だ。私の人生でもベストの一人だ。 現時点では彼が最高。今、ミッドフィールドのポジションでは彼が世界最高だよというコメントを残した。A、BBC の老舗番組マッチオブザデーでアランシアラーがデブライネと同じチームでプレーしてああいうパスを受けてみたかったと語り、ギャリー・リネカーがそれにうなずき、往年の名ストライカーたちが彼の話で盛り上がっていた。ティム・シャーウッドは デブルイネはトップ中のトップだ。彼は世界のどこでもプレーできるし、現時点でマンチェスターシティにおける最も価値のある選手だ。彼はどこにでも現れてチームにとって大事な仕事をする。彼がフィットした状態を維持できれば誰も止められない。信じられない選手だよと語った。A 氏、デイリーメールでハリー・レドナップはバルセロナのオランダ代表 MF。 フレンキーでヨングと並んで、現在の地球上で最も優れた MF だと称賛し、特に、デブライネは、より優れた、ゴールスコアラーとし、彼は、プレミアリーグのベストで、究極の MF として見るべきだと賛辞を送った。元イングランド代表 FW、クリス・サットンは、A、デイリー・メールに寄稿したコラム内で、ケビン・デブライネは、プレミアの歴史の中で、最高のパサーなんじゃないか この試合でリバプールを子供扱いしているのを見てそう考えずにはいられなかったよ。彼はポールスコールズのようなパスレンジを備えていてデイビッド・ベッカムのようなクロスに関する知識も持っている。さらにはデニス・ベルカンプバリの落ち着きもあるんだ。ペップ。がどのポジションに据えようと彼はその位置で最高になるのさ。今回のようなパフォーマンスを披露すれば我々は彼を プレミアで最高の選手と称賛しなければいけないねと絶賛した。マンチェスターシティの OB であるケビン・ホーロックは彼は世界最高の MF だ。彼にはすべてがある。知性、バランス、左足、右足、どこで彼を止める彼は最高だ。あらゆるチームに入れるし、チームを進化させられる。インクレディブルだ。科学者が 実験室で完璧な MF を作るなら、彼らはデブライネを生み出すだろうと絶賛した。他に2012年11月14日のルクセンブルク戦で1ゴール決めているが、この試合はルールで認められている。以上の選手交代が行われたため、FIFA 非公認記録となっている。ありがとうございます。